皆さんはお寺や神社で様々な生き物が描かれているのを見たことがあるでしょうか。今、寒河江市の慈恩寺テラスでは、慈恩寺に住む生き物たちを紹介するパネル展が開かれています。国が指定する史跡、慈恩寺の魅力を発信する施設、慈恩寺テラスです。実は慈恩寺の建物や仏像には様々な神獣と生き物がデザインされていて、今回のパネル展ではその一部、27体の神獣と生き物が紹介されています。こちらは天井に描かれている八方睨みの竜。またこちらは十二神将竜像という国の重要文化財に指定されている仏像。キリッとしたお顔が印象的ですが、頭の上をよく見てみるとウサギが隠れているんです。さらにこんなところにも。こちらの鉢ですが、よく見ると足の部分に獅子が施されているんです。実際に慈恩寺に行ってみると、こちら天井絵の実物です。この鋭い目つき、とても迫力がありますね。今にも動き出しそうです。他にも至る所に生き物たちが隠れています。本堂の門には全国的に見ても貴重なものもありました。こちらにあります見返りの獅子ですね。対になってなくて、一匹だけになってるんですけども、見返りの獅子ってなかなか見たことありませんので、非常に私はこれ気に入っております。慈恩寺の担当者によりますと、慈恩寺にはまだまだ発見されていない神獣や生き物がいるかもしれないということです。慈恩寺にはたくさんの神獣と生き物たちが隠れておりまして、パネル展で詳しく紹介しておりますので、こちらを見てから実際お寺の方に行って本物を見ていただくと、より楽しめますし、よりリアルに感じているのかなというふうに思っております。慈恩寺にはいろんな生き物が住んでいるんですね。そうなんです。実際に行ってみますと、馬や竜など本当に様々な生き物たちが隠れていました。特に驚いたのはこちらです。はいはい、VTR でも登場した見返りの獅子ですね。慈恩寺の本堂では、今からおよそ500年前に火災で焼け、100年後に再建されたそうです。見返りの獅子はその火災で焼かれずに生き残ったものだと考えられていて、非常に貴重なものなんですね。このパネル展をヒントに、ぜひ実際に慈恩寺に行って生き物たちを探してみてはいかがでしょうか。パネル展は寒河江市の慈恩寺テラスで7月15日まで開かれています。